まあ、タイムリーなところがですね、まずね、僕はもうバリバリやってるので、面白くないですか、これ、辞任届、黒川敦彦が被告、立花孝志原告の裁判ですね、もちろん名前を伏せますが、当初事件につき、都合により当職は代理人を辞任いたします、以上、同じく翼の党に対しても同じですね、原告、立花孝志、翼の党、黒川敦彦ということで、これ、翼の党プラス、黒川が、実質代表者をしている合同会社オリーブの木、今なんかなんとかブラザーズになっているようですが、翼の党と翼の党のお金が YouTube 広告が入っていく会社の方にですね、2つを訴えたんですけど、被告らの訴訟代理人をですね辞任いたしますということで、黒川の代理人弁護士が辞任をしたということは非常にこれ大きなことです。っていうのは、そもそも翼の党には顧問弁護士がいらっしゃいました。顧問弁護士の方はこの事件、新しい事件、去年末に起こした事件は請け負わないと、いわゆる委任を受けないということで、最初黒川本人訴訟で対応してたんですけども、今ご紹介したこの弁護士さんですね、この方がですね、まあ代理人として就任されましてですね、黒川の誰にするのと思ったんですが、まあ結論としたら5月14日、これガサ入れの日ですよね、多分ね、もう辞めるということで、何が今回ポイントになってくるかっていうと、もう黒川にはですね弁護士はつかないでしょう。今彼らの代理人を蹴るっていうのは相当社会からのバッシングがあろうかと思いますので、裁判になった時には国選弁護人というのが選任されてですね、まだ起訴されていませんので、裁判になるまでは弁護人というのは私選、つまり自分で探して自分のお金で委任しなきゃいけないということになるんですね。そうするとですね、黒川たちには正義というものがないので、これ多分黒川たちを擁護してくれる弁護士がこの先見つからないんじゃないかなと思います。まあ、そうなってくると彼らの言い分っていうのがなかなかまあ通りづらいっていうのもありますし、まあもちろんね、逮捕されましたから当番弁護士っていうのがいます。当番弁護士にお願いをすれば弁護士協会は必ず行くんですけども、まあ当番弁護士もですね、黒川から私の弁護士してくださいって言われても、いやそれは嫌です、で無理ですというのは言えます。 もちろんそんな受けるわけがないと思います。まあ黒川、これまあいわゆる留置所、警察のまあ施設の中でですね、まあかなり精神的に黒川だけじゃなくて3人しんどいと思います。さあ今後どうなるかっていうことなんですが、逮捕容疑っていうのは公職選挙違反です。黒川はですね、笑顔で、警察車両の中でピースサインをしていますが、本当にどっちかですね、これ先のことが詳しく理解できてないのかのどっちかですね。この毎日新聞の記事を見て驚いたのは、特別捜査本部を設置したのはですね、2006年以来、約18年ぶりということなので、巨額詐欺事件以内で極めて異例と、私は起訴されると思います。っていうのは、まあ、名誉損害っていうのがですね、もう一つありまして、これは私に対しての名誉損害です。これも警察がですね、受理をしてくれていますので、特に黒川に関してはこの名誉損害が成立します。あと、ちなみに杉田に対しても名誉損害が成立していますので、これも受理されていますので、黒川と杉田は2つの罪で、捜査されていくことになると。まあ、根本に関しても同じことを言ってるんですが、そこは被害届や告訴状を出していませんので、根本涼介に関してはここだけになるかなと。杉田と黒川に関しては私文書偽造罪、あるいはそれをどう行使罪と、いわゆる私に対して暴力団がですね2000万円貸して、3500万返せというような契約書をですね、有印私文書を偽造したという疑いもあります。これも捜査がされると思われますので、この後のちょっと展開なんですが、もうこの3人連絡取れません、会うことはできません、送検されます。これは東京地検というところで、いわゆる書類送検じゃないです、身柄送検といって、身柄と書類と両方送られます。要は警察官というのは司法試験をパスしていなくて、検察官というのは原則司法試験をパスしている裁判官や弁護士と同じ資格を持っている人なので、警察の暴走を止めるために必ず警察と検察っていうのがあって、検察の方に送られます。その後検察の方は裁判所の方にですね、勾留させてくれと、最大23日間は
逮捕されてですね、まあ、いわゆる自由が利かない状態になります。たった23日かよと、6月の10日までには釈放されるということになると、6月の20日の東京都知事選挙に間に合うということにもなってくるので、おそらく僕は再逮捕になると思います。まずは23日間使って選挙の自由妨害罪を取り調べしてですね、今度はこっちの名誉毀損というのを取り調べして、私文書偽造動行使罪で、まあ、再逮捕というところまで私は行ける、まあ、行くと思いますね。これ黒川の場合はとにかく余罪が十分に考えられるんですよ。彼ね、1億円かって踏み倒してたりとかしますけども、そういうことをしてる人って他にもいろんなことやってるという可能性がありますから、まあ、もちろん政治資金のね、収支報告書を出さずに放置してたっていうのもありましたので、まあ、いろんなものが調べられていくと思います。そういった中でですね、再逮捕、再逮捕っていうのが繰り返されて、最終的には東京都知事選挙までにはいわゆるシャバに出れずに、これ本当に捜査しないと、黒川がその偽造の契約書を作ったかどうかについては、それを買ったという高橋からですね、事情を聞かなきゃいけないんで、その辺をゆっくりと、まあ、警察の方はやっていってですね、まあ、なぜね、これ特別捜査本部ですから、単なる選挙の自由妨害というレベルじゃない。ちなみに去年の4月ですけども、私自身が品川区のところでですね、統一地方選挙の選挙運動の応援をしていましたが、その時も公職選挙違反の自由妨害罪を犯しているということで、私は荏原警察署の方に刑事告訴状を出してますが、まだこれ自由妨害罪、懲役4年ですから時効が成立していません。これも警察としたら、もうあれもやっちゃえと。そうなってくると、さらに、まあ、2つの罪を、まあ、2つというか、今回も1回だけじゃないですよね。太鼓叩いたりとか、選挙事務所の前に行ったりとかっていうことなんで、警告まで受けてるじゃないですか、2日目ぐらいに選挙始まって。とすると、初犯だからといって執行猶予がつくかといったら、僕はさすがに執行猶予をつくようなことにはならんと思いますよ。これ演説の妨害だけじゃなくて、交通の妨害だったかな、演説会場に行くことを妨害するっていうのもちゃんと条文上にあるので、彼らの車が2台押収されたことと太鼓が押収されたということで、自動車と太鼓による選挙妨害っていうのは複数回ありましたから、一回ちょっと僕のお腹をポーンとマイクでつついた堺市のおじいちゃんがいましたが、それだけでもね、起訴猶予じゃなく執行猶予じゃなくて罰金30万円なんですよ。選挙の自由妨害罪っていうのはポスターを剥がしたりするのも自由妨害罪なんですが、これって起訴猶予にならずにほぼほぼ罰金刑になるんです。罰金であろうが執行猶予であろうが、黒川は約5年間公民権が停止されますから、立候補することも選挙運動することも禁止されます。黒川だけじゃなくて、あの3人ね、これ併合罪になってですね、全部足したら懲役10年になるんですが、一番長い刑期かける 1.5 倍になりますので、最大6年間の懲役を言い渡すことができると。黒川の場合は反省していませんから、マックス6年ですけど、6年行くこともないでしょう、まあ、4年行くこともまずないと思います。しかし全くもって反省をせずにピースサインまでしてるわけですから、今後の対応によっては懲役1年とか実刑も十分に僕はあると思いますし、むしろそうすべきだと思います。黒川の場合はですね、いわゆる活動家ですから、やはり一度このように逮捕をされて、さらに刑務所に行って箔をつけた方が僕はいいと思います。なぜ黒川さんなんかと一緒に活動したんですかっていうことは言われててですね、実際2年ぐらい彼と一緒に活動していましたけども、いわゆる彼にはなぜね、正義がないんですよ。頭の中で作り上げた妄想に基づく活動なので正義がない。黒川が小池百合子さんをね、質問してくれる姿っていうのは僕も必要だなと思ってるし、今もそれを否定はしませんよ。ちなみに公民権が止まってる間に選挙運動とかしてると確か捕まると思いますね。これも罪になると思います。あとですね、面白いのが、これ弁護士が辞任しましたので、黒川敦彦の民事裁判が6月3日月曜日11時30分から東京地裁515法廷なんですが、今からね16日後なんで、警察に留置されてると思います。手錠をしたまま出てくる可能性ってあるんですよ。黒川が多分希望すれば
6月3日は手錠をした状態で東京地方裁判所の民事裁判の被告としてですね出てきてですね、法廷では手錠を外されてっていう横にね、監視の人がついてですね出てくる可能性も確かないとは言えませんので、面白いですよね、黒川が手錠されて法廷に入廷してくるっていうのが見れるかもしれません。君はね、一人で何もできないじゃん。俺みたいに一人で決めて一人で行くってできないでしょ。常に杉田とかね、根本とかを引き連れないとできない。そして弁護士がもう辞任しましたから、もうこれから孤独です。この孤独で、彼がね、黒川がどうやっていくのかっていうのをちょっと見守りたいですが、本当の政治家はこんなことには負けずに戦うものですからね、箔をつけて出てきて活動してほしいと思います。まずは逮捕、私は良かったと思っていますし、多くの皆さんが喜んでいると思います。そして私はこういうね、名誉毀損とか私文書偽造についてもこれからも民事刑事追及していきます。 NHK をぶっ壊